なんだこりゃ、なんで木の上にいるんだ。ローラ、違う、どうやって降りるんだよ。降りられた、ここは一体。服はどこだ。勘弁してくれ。よし、ローラはどこだ。戻ってきたはずだけど。ビンジャーモーテルに行きゃよかったな。おいおい、まさか。どんなオチが待ってるのやら。よし、バッチリ。これなら諦めてモーテルに行ってくれるはず。さて、どうする。雨は降ったり止んだり。ここにいるのはバレてるからまた来るだろうし。さてどうするか考えないと。よし、見晴らしのいい場所は閉めないと。
来たわね。ハゲットさんがよく使ってたやつだ。ダメね。勝負よ、化け物。波乱に富んだ夜だったと思わないかい？決着をつけることはできなかったし、お前さんには失望したけれど、最悪っていうほどじゃないさ。今じゃ絆さえ感じてる。呪いは解けていないし、満月はまたやってくるけど、夜はもうじき明ける。大丈夫。お前さんがしてくれたことは忘れないよ。だけどね、このハケット採石場にはもう二度と足を踏み入れるんじゃないよ。忠告を聞かず余計なことに首を突っ込んだりしたら一生つきまとってやるからね。お前さんがどこへ行こうとぴったりと背後にくっつき、姿は見せないまま首筋に息を吹きかけてやる。そんな風に取りつかれるのが嫌なら死ぬまでここには近づくんじゃないよ。Don't you know I'm aware
Can't you feel that this love is oh so real? Come follow me into a place where the fear is gone and the worries fade away. Cause it's a brand new day. Whoa, I've got you and you've got me. The sun is bright and the air is free. So let's go, throw the knife out the window. You've got me and I've got you. That's all we need, cause all we're gonna do is be young in love and free. サマーキャンプの惨劇、積み上がる死体の山、どう思う？なんで死体を積み上げるのさ。っていうか、積み上げるには何十人分もの死体が必要だよ。アントン、文字通りの意味で受け取らないで。これはあなたの科学的な見方と私の独創的な見方のぶつかり合いなの。ま、記者が話を持っているんでしょ。じゃあ、僕も好き勝手言わせてもらうよ。この記事はクソだね。ハケット採石場の話は終わったと思ってたよ。あれとは違う、ハケット採石場の話よ。これ3ヶ月前のニュースだろ。古いな。アントン、まずは挨拶。超常現象専門ポッドキャスト、世紀の不思議体験へようこそ。グレイスよ。アントンだ。果たして噂は本当か。何気ない日常に隠れ潜んでいる超常現象を徹底追跡。それっても何気ない日常じゃないと思うけどね。心霊現象や超常現象、これらは果たして実在するのか。ないな。で、ハケット採石場だけど。うん。おかしいわ。え？何がだい？不可解な事件として片付けたのはどこの誰よ。まだたったの3ヶ月しか経ってないのに捜査終了？信じられない。事件に対する反証が信じられないってだけじゃない。自信があるの。ハケット家が裏にいるのかも。まさか。あり得るわよ。完全に行方をくらましているし、誰も連絡を取れない。キャンプ場を閉鎖して町から姿を消したんだって。無理ないだろう。目の前でこんな事件が起きたんだ。とにかくそのすごく匂うのよ。理屈抜きの陰謀論ってわけだ。私が言いたいのは、ハケット家は代々続く家柄だから、いろんなところに顔が利くかもしれないってこと。いや、そりゃ買いかぶりすぎだよ。これはただの。ジョイキーを買収したのよ。おいおい、そんな金あるわけないだろう。田舎のただの旧家じゃないか。黒幕だなんて本気で思ってるのかい？上院議員を買収したんだわ、口封じのために。買収ね。ノースキルの上院議員は間違いなく買収されているわね。へえ、ノースキルにそんな権力が。とにかくひどいことがあったの。ああ、そうだよ。この子たちは青春を精一杯謳歌しようとサマーキャンプに行ったのに殺されてしまった。前途ある未来を奪われたんだ。むごい話だけど、物事は見たまんまってこともあるさ。陰謀論者にはつまらなくたってね。無残に殺されたのよ。未練を残してるんじゃないかしら。彼らは何かを訴えようとしている。なんだかそんな気がするの。何でもかんでも幽霊かい？私が言いたいのは、この不可解な事件は解決してないってこと。あの森には霊的な力が働いている。前に検証したでしょ？ハケット採石場の老婆を。
説明がつかない悲劇が全て同じ場所で起きてるのよ。そうよ、次は私の身に何か起きるかも。あそこは呪われてるのよ。そんなわけないって。でもアントン、ねえアントン聞いて、そういう観点から考察していなかったわ。きっとこれは古い呪いなのよ。ハケット家が何かしでかしたのかもしれない。あの土地に呪いをもたらすような何か。殺人鬼が集まってくるとか。ああ、典型的な呪いね。一族の土地に殺人鬼を引き寄せるやつ。アントン、いい感じ。悪くない考察だわ。やっと分かってくれたのね。この程度じゃまだまだ。それで新しい証拠でも。それがその何も。マジで？マジで。事件を大きく揺るがす意外な証拠とか有力な情報とかもなし？うん。ああ、そりゃがっかりだ。ごめん。本当に何もないの？これぼっちも。じゃあなんでこの話を？そのなんとなく未解決な気がしたから。判定を？そう、ダメ？奇妙だけど超常現象とは言えないな。現場にいた誰かが何らかの証拠を見つけていたとしてもおかしくないと思うんだけど。だからなんで君は何も得られなかったんだい？駆け足で調査するだけでも。分かってる。何か証拠が見つかると思ったんだろうけど。ちょっとでも好奇心があれば我慢できないと思うんだけど。この人はそう思わなかったみたい。誰も証拠を探さなかったが。そうね、証拠を見つけることを避けてたみたいだ。面倒くさかっただけかも。そんなバカな。そりゃ今回の件は不思議じゃないとは言い切れないけど、ま、正直その程度の話だったね。リスナーのみんな、聞いての通りよ。ハケット採石場のサマーキャンプは未だ謎に包まれたまま。相方のアントンは、あ、彼はただの仕事仲間よ。私たちの中をコメント欄で質問する人がいるけど、いつもと同じくアントンは納得しなかったけど、楽しんでもらえた？心配しないで。これからも超常現象を追い続けるから。自然現象。超常現象よ。私たちが興味あるのは超常とか心霊の方。世紀の不思議体験と認定できる事件に巡り合える日が来ることを願うわ。ま、世の中には触れてはいけないこともあるかもね。真相を知るのは事件の当事者だけ。ということで今回はここまで。聞いてくれてありがとう。次回もお楽しみに、探索者さん。その呼び方やめよう。